ハンガリー・ハンガリー人宇宙人説とは、ハンガリー人は地球以外の星から来た宇宙人であるというジョーク。はるか昔、異星人たちは宇宙船に乗って地球を訪れ、現在のハンガリー領に着陸した。しかし当時、ヨーロッパに住んでいた諸部族は野蛮であったため、自分たちが他の星から来たよそ者だということが知られると、殺害される恐れがあった。 そのため彼らは自らの羊を隠し地球人として振る舞い地球人そっくりに生活するようになった。この説が生まれたのは第二次世界大戦中のロスアラモスだと考えられている。当時はエドワード・テラー、ユージン・ウィグナー、レオ・シラード、ジョン・フォン・ロイマンといったハンガリー生まれの優秀な科学者が多数存在した。そのため彼らの人並み外れた知能から ブダペストが異星人の住む土地だという説が広まるようになったと考えられている。伝説の冒頭を、はるか昔ではなく、19世紀末から20世紀の初め頃とし、ヨーロッパの山奥あるいは森の奥に墜落した宇宙船に乗っていた宇宙人が人類に偽装し、人間社会に紛れ込んだのがこれらの天才たちである、とするバージョンもある。アイザック・アシモフは、 我々の間で地球には二種の知的生命体が存在すると言われている。人間とハンガリー人であると語っている。またこの説はフェルミのパラドックスに対する回答としても知られている。フェルミのパラドックスとは物理学者エンリコ・フェルミが1950年に投げかけた疑問で宇宙には幾多の星があり、その中には 生命が誕生してもおかしくない星も相当数あるはずなのにいまだに地球に異星人が来訪しないのは不思議だというものである。フェルミがこの問いを発したとき、昼食仲間のレオ・シラードは回答としてハンガリー人宇宙人説を挙げた。すなわち異星人はすでに地球に来ていて自分はハンガリー人だと名乗っているというのである。シラードのこの回答は フェルミのパラドックスに対して最初に出された回答であった。説によれば、ハンガリー人は自分が宇宙人だということを隠しているが、それでも隠しきれない三つの特徴があるという。その特徴が本説の根拠となっている。特徴の一つは、ハンガリー人には放浪癖があることである。二つ目はその言語で、ハンガリー語は周辺諸国のどの言語とも類似性がない。 三つ目は、ハンガリー人の波外れた知能である。こうした特徴は、諸外国で活躍する、ハンガリー人によって裏付けられている、とされる。特筆すべきは、初期のハリウッドで、パラマウント映画創設者のアドルフ・ズーカー、二十世紀、フォックス創設者のウィリアム・フォックス、監督では、マイケル・カーティスや、アンドリュー・ジー・バイナ、俳優では、ベラルゴシやザ、ザザ・ガ・ボールなどがいる。 さらには、トニー・カー,アーティスや、ポール・ニューマンといった、ハンガリー人2世も活躍している。あまりに、ハンガリー人が多いため、ズーカーの事務所の壁には、ハンガリー人であることだけでは十分でないと書かれていた、ことがある。フォン・ノイマン。その明晰な頭脳から、火星人と噂されたこともあった。科学界においても、国際会議で、世界各地から集まった科学者が皆、 ハンガリー語で話していたという逸話がまことしやかに伝えられているほど一時期は多くの人材を排出した。そのため宇宙人と噂された人物も多い。レオシラードはあなたガタ、ハンガリー人は本当に異星人なのですかと問われた時多分ねと答えている。さらには1900年頃確かに火星人の乗った宇宙船はブダペストに降り立った。 そして出発するとき、重量オーバーのために、あまり才能のない火星人たちをそこに置いてこなければならなかったんだとも、述べている。また、セオドア・フォン・カルマンについては、火星に、彼の名がついた、フォン・カルマンクレーターが存在する。また、月の裏には、レオシラードクレーター、フォン・カルマイクレーター、フォン・ノイマンクレーターがあることからも説明された。 エドワード・テラーに至っては、そもそも名前からして ET であるし、それに彼の話す英語には強い火星なまりがあったという。そのエドワード・テラーは、ハンガリー人宇宙人説について尋ねられた時、まずいな、バレちまったか。さては、フォン・カルマンさんが言いふらしたんだなと答えている。こうした、ハンガリー人科学者の中で最も優秀とされているのが、ほんのいまんであった。 ハンス・ベーテも1950年代、フォン・ノイマンの頭は定規を一している。人間より進んだ生物じゃなかろうかと述べている。プリンストンでは、ノイマンは普通の人間ではなくて、人と神の間に生まれたものなのであるが、人間というものをよく研究しているため、人間そっくりに振る舞うことができるのだ、という話が伝えられていた。また、ノイマンの娘のマリーナ・フォン、ノイマン・ホイットマンは、 火星人の娘というタイトルの自伝を出版している。本説には反論も存在する。まず、宇宙人説の根拠のうちの放浪癖については、ハンガリー人に特有の性質ではなく、歴史的に見て放浪する民族は他にも存在する。ハンガリー語については、フィンランド語、エストニア語や、ロシア内の言語との関連性が指摘されている。知能についても、 あのほんの今であっても間違いを犯したり予想を外したりすることがあった。スティーブン・ウェップは仮に彼が本当に活性人であればもっと先が見えていただろうと述べている。宇宙人説のジョークを楽しんでいたシラードは一方で1950年代に数学者ノーバート・ウィーナーが地球のような惑星が多数存在したとしたら人類が生まれるだろうかと問いかけたとき 即座に、いなと答えている。神が同じ過ちを繰り返すなど考えられない。ありがとうございます。